アンドレア・ボチェリは、イタリアのテノール歌手。盲目のハンディキャップを抱えた、世界最高峰のテノール歌手として知られている。アルバムの、全世界売上枚数は9000万枚を超える。トスカーナ州のラヤーディコ村に生まれる。6歳でピアノをはじめ音楽の道に進むが、12歳の、時にサッカーボールを頭に受け脳内出血を起こした、ことで、先天性緑内障が悪化して失明する。 歌手になる夢は捨てきれずにいたが、障害を乗り越えて、法学博士号を取得し、弁護士として活躍していた。世界的なテノール歌手であるルチアーノ・パバロッチと、イタリアを代表するロックポップス歌手のズッケロに、見出され1994年にデビュー。1994年のサンレモ音楽祭、新人部門で優勝した。イタリアンポップス。 カンツォーネの曲を収録したアルバムを2枚発表した、あと、ビアッチョ・イタリアーノというアリアや、ナポリターナなどを歌ったアルバムを発売し、ヨーロッパ中で大ヒットとなる。このアルバムは、初期2枚からのベスト版となっている。ボチェッリのために作られた、コンテ・パルティロは、後に、タイトルと歌詞の一部を英語に改めて、タイム・トゥ・セイ・グッバイとして、サラ・ブライトマンとデュエットしたバージョンが発売され、 1500万枚以上のセールスを記録した。2006年、ネバダ州ヘンダーソンにて、現在のイタリアを代表するテノール歌手の一人として高く評価されており、2006年に行われたトリノオリンピックの閉会式では、Because We Believe を2007年7月にロンドンで行われたダイアナ・ヒツイトーコンサートでミュージカル、オペラ座の怪人を披露するなどの幅広い活動を、 行っている。2007年9月には、オチェッリの師匠筋にあたるパバロッティのモデナで行われた、葬儀でも歌声を披露した。2008年2月10日、第50回グラミー賞でパバロッティの追悼曲として、自身のヒット曲である、ザ・プレイヤーをカバーした、ジョシュ・グローバンと共に歌い上げた。2009年5月27日 UEFA チャンピオンズリーグ決勝の開会セレモニーでは、 チャンピオンズリーグアンセムに独自の歌声を重ねた。2010年4月30日、中国で行われた上海国際博覧会のオープニングセレモニーでは、ババロッティの代名詞とも言えるオペラ、トゥーランドットのアリア、誰も寝てはならぬを披露し、2018年10月12日には、エリザベス女王の孫でもあるユージェニー王女と、ジャック・ブックス・バンク氏とのロイヤル・ウェディングでその歌声を、 披ロ J.S. バッハによるアベマリア、セザール・フランクによるパニス・アンジェリクスの2曲を歌唱した。式はウィンザー城のセント・ジョージ・チャペルで行われ、世界中で何百万人もの人々が主張した。2020年4月12日、2019、新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患の流行のため都市封鎖中のミラノの大聖堂で行われた。 無観客コンサート、ミュージックフォーホープでアメージンググレースなど5曲を歌った。YouTube ストリーミングの同時視聴者数は史上最大となる280万人に上った。2020年6月26日は新型コロナウイルスに感染していたと明らかにした。すでに回復しており、新型コロナの治療研究用に、 自らの結晶を提供するためピサの病院を妻と共に訪れ報道陣の取材に応じた。ありがとうございます。